お腹が気になる方はこれからは腹筋ローラーを使ってプランクをしてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、プランクをよりお腹に効かすために腹筋ローラーを使うとですね、お腹に2倍効かすことができます。通常のプランクといえばこのようにつま先と肘で体を持ち上げて腹筋に効かすんですけども、肘が前にあるほどお腹に効きます。膝をついた場合、肘の位置が肩の下よりも前に出す方がお腹に効きます。ハイプランクの場合、肩の下よりも手が前の方がお腹に効きます。肘や手ができるだけ前の方がお腹に効くんですけども、ここで実はですね、手を前に出したり肘を前に出すことで力というのは下ではなく斜めに力がかかってます。もちろん床が滑ればですね、ついてる手がつるんとなってしまいますし、肘がつるんとなってしまいます。ですので下が滑らないところでもちろんやると思います。ですが力というのは手を前に出したり肘を前に出したりした場合、下よりも斜め前に力が入ってしまうので、実は腹筋の力が逃げてしまいます。腹筋というのは腹筋の上部と腹筋の下部で締め合いこうしてお腹を力入れますよね。そこで力が下ではなく前に逃げてしまうと、上のお腹の力は前に逃げてしまいます。ですので腹筋の効きが悪くなります。そこで腹筋に効かそうと思うと、力というのが下もしくは手前にかかった方がお腹が締めれますから、腹筋よく効きます。そこで腹筋ローラーを使うことでめちゃめちゃお腹に効かすことができます。ハイプランクの場合、手が前の方がお腹に効きます。ですので手を前に出すんですが、力が斜めにかかってます。体が前に滑らないように止まってますから、そうなると腹筋の力が逃げてしまいます。それをこれを使うことで、通常のこのハイプランクの位置です、ここからちょっと前に出すことでたったの10秒でお腹に効きます。というのも、手を前に出した場合ローラーが前に行かないように下もしくは少し斜め手前に力がかかってますよね。ですのでローラーが前に行かないように止まってることができます。この状態でキープすることでハイプランクを手を前に出した場合よりも腹筋に効きます。そして膝をついた場合、これが通常肩の下のプランクです。ここから手を前に出すことでお腹に効かすことができます。それをもし手でやった場合、力が斜めに逃げてしまっているので腹筋の上部がですね、下に締まらずに伸びてしまってお腹に効かないです。肘の場合も一緒です。肘を前に出したらもちろん腹筋には効くんですけども、力が斜め前に逃げているので効きが悪い。それをこれを使うとですね、ローラーは前に行かないように下に力入れてますから、腹筋が締まった状態でキープできます。ですのでハイプランク、膝つきプランク、どちらのパターンもですね、腹筋ローラーを使って体をキープさせた方がより効きます。で、今回は膝をついたパターンで一緒に5回行っていきましょう。もし腹筋ローラーない方はですね、効果的なものですのでゲットしておいてください。ではやり方を説明します。今回は膝をついた状態で手を前に伸ばします。伸ばしきった場合結構辛いと思いますので、たまに肘をつきます。一回やってみます。ここから1、2、3、4、5といった感じです。今の行う際のポイントとしては、腰が反れてしまうとお腹が伸びて力が逃げてます。ですのでしっかり腰を丸める意識、腹筋の上部、中部、下部全部締めたような状態で動かしてください。一緒に5回頑張りましょう。動きはゆっくりです。いきます。1、2、3、4、5。あお疲れ様でした。今回の腹筋ローラープランク、これが一番プランクの中で効くと思います。もちろん転がりますからより安全に行ってください。もし手が伸ばせれない場合、腹筋ローラーが使えない場合はですね、壁を使うのもありなんですけども、壁を使ってしまうと手でやるのと同じになります。力が下ではなく前に逃げてしまうので腹筋がより効きにくくなりますので、できればですね、壁を使わないで
腹筋ローラーを使っていつもやってるプランクみたいにやってみてください。そうすることでプランクが20秒しか持たない人が腹筋ローラー使うと10秒ぐらいで効きますんで、より2倍ぐらい効くって話になります。ぜひ試してください。やった方、勉強だった方、頑張った方はよかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズを紹介していきます。より効果的に行えるエクササイズを紹介していきますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。腹筋にめっちゃ効いたよって方はぜひシェアの方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。